はい、今回は、ヤフオクで、メダカをね、初めて買ったという感じで、今回は、その動画について、上げていこうかなと思います。ヤフオクなんですけども、一回もまだ買ったことなくて、メダカ販売とかね、そんなに実際にその場に行ってとかね、もうそこまで、何箇所かは行ったことあるんですけども、そんなに買ったことなくて、で、インターネット、ツイッターの方からね、販売していただいたこととかは、あるんですけども、で、実際に 見切れた？こんな感じかな。実際にそのツイッターとかあるんですけども、ヤフオクで買ったことがなかったので、今回初ね、オークションで、見事勝ち取ったということで、今回は、そのね、買った商品についてちょっと開けていこうかなと思います。梱包とかよくわからないんですけども、しっかり梱包されてて嬉しいですね。自分もね、いつかね、そういう販売とかしたいので、こういう感じで梱包するんだなっていうのが、とても勉強になります。で、今回、買ったのが、見えるかな？見えてるかな？はい、こんな感じになってます。まだ見えないですね。何の品種か皆さん分かりますか？なんとなくはね、もしかしたら分かるんじゃないかなって思いますけど。黒系って言ったら、大体あの品種かな、みたいな感じは思うかなと思いますが。今回、買った品種は、オロチという品種ですね。なかなか、顔とか出さないからね、難しいな、取り方が。こんな感じ。実際に中身とか入れていくんです。その時にしっかり見せたいなと思います。今回オロチという品種を買いました。実際そのオロチ、実際に見たことはあるんですけども、買ったこととか、なかったので、今回ね、オロチ初めて、うちに来ていただきました。1匹も試着はなさそうな感じですね。全部生きてそうな気がします。ということで、オロチ今回、買ったんですけども、こういう感じで輪ゴム止めてるんだっていうのも、かなりね、勉強になります。これね、本当はハサミでね、切るのが一番いいですけども、止め方とかもやや気になるので、ちょっとそこも見つつね、こんな感じで止めてあるみたいです。で、袋はね、二重にしてありますね。もういや、上切ろう ちょっと時間かかっちゃうからね。このように切っちゃいました。で、よいしょ。二重だとね、その漏れとかもね、1個目が仮に漏れたとしても、2個目が漏れないということで、かなりね、心配がなくなるっていうのがありますね。こんな感じで、止めてありますね。かなり頑丈に止めてあります。しっかり巻いて、最後に、くっつけるみたいなイメージでしょうかね。なんとなく、止め方は分かったので、切っちゃいます。これね、よいしょ。あまりまだこういうの慣れてないから、ちょっと多少ね、ミスもするけど、ちょっとそこは許していただきたいなと思います。
よいしょ。こんな感じですね。こんな感じって言っても見えてないか。ちょっと申し訳ない。はい。こんな感じですね。これが、オロチという品種です。とてもね、真っ黒の、まあ、小川ブラックとか、まあ、そもそも日本の、メダカとか、普通の黒メダカとかもね、黒いですけども、まあ、黒メダカとかも、実際にこう白い容器とかに入れると、ちょっと色が薄くなっちゃいますよね。まあ、しかしこのオロチという品種は、白い容器に入れても、とても真っ黒なんですね。例えば、小川ブラックとかと比較しても、まあね、黒容器とかだと比較的分かりづらいんですけども、白容器に入れると、小川ブラックとオロチ、オロチは、白容器に入れたら真っ黒ですけど、小川ブラックは、結構、しらっちゃけてくるっていう感じなので、まあ、そういう感じで、比較できるんじゃないかなっていうのは思います。なので、ね、皆さんもしオロチと小川ブラック混ざっちゃったよっていう方は、こういう白容器に入れると、分かります。まあ、実際に自分もそうやって見てみて、本当に差があるので、皆さんもぜひね、そのような感じで小川ブラックと見分けるっていうのも、かなりありかなと思います。外で、撮ってみました。外で撮るとね、まあ、より一層、まあ、光が入ってるから、綺麗かなと思うんですけども、まあ、届いたのが、まあ、ちょっと遅めの時間、まあ、午後なので、まあ、そうすると、ちょっとね、陰っちゃったかなとか思うけど、まあとにかく綺麗に見えますね。まあ、この影がね、逆により、まあ、オロチに限らず、この魚の魅力をね引き立たせるっていう感じかな。ということで、このオロチとっても綺麗ですね。真っ黒ちゃんです。真っ黒クロスケに、ね、なっています。ということで、まあ、外だから結構小さい声で喋ってるんですけど、まあね、風も強いんでね、声が聞こえてるかなっていうのはね心配なんですけど、結構外うまく撮れてるな、綺麗だな。いや、すっごくねオロチ綺麗に見えますね。ずーっと見てられそうなレベルですけども、まあ、この子たちもね、まあ、一応産卵できるサイズではありそうなので、まあ、この子たちも産卵ねしていただいて、まあ、オロチファミリーをね、まあ、増やそうかなっていうのは、今考えているところです。このオロチくんね、まあ、より黒をね際立たせたり、まあ、オロチに何か掛け合わせたりとか、オロチファミリーが増えたらね、やっていこうかなって思います。まあ、ただ風が強いから声が聞こえてるかわかんないですけど、まあ、そんな感じでやっていこうかなって思います。はい、これが、横見で、オロチを見たね動画となります。まあ、とにかく、まあ、この子動かないでくれるからありがたいけど、まあ、このようにねとにかく真っ黒なんですね。他の子すごい動いてるけど、この子は全然動かないで、かなりシャッターチャンスという感じで、まあ、見させてくれますが、まあ、とにかく真っ黒ですね。なので、まあ、とにかくかっこいいかなっていうのはあります。まあ、うちに小川ブラックもいるので、小川ブラックはこういう真っ白とかね透明とかに入れるともっと薄くなっちゃうんですけども、真っ黒ですね。網にね、入れた時がとにかく黒く見えるかなと思います。まあ、このような感じで、オロチを買ってみました。ね、まあ、ヤフオク、まあ、なんか、卵とかは、まあ、よく危険とか聞いてて、まあ、とにかく危険と聞くとちょっと怖いイメージになっちゃうので、まあ、あれなんですけども、まあ、実際ね、まあ、卵自分は買ったことないので、あれなんですけども、生態実際に今回買ってみますと、まあ、とてもね、優しい方で、しっかりね、素晴らしい個体が、届きました。今回確か10匹ってなってたけど11匹、入れてくれたような気がします。ということで、この真っ黒なオロチさん、今回ヤフオクさんでね、買わせていただきました。
これからも、またね、ヤフオクでね、まあ、今回とても良かったので、まあ、ヤフオクさんで、買っていったり、自分も販売したりとかもね、いつかはできればいいかなと思います。まあ、このような感じで本当に素晴らしい方も、まあ、かなりいらっしゃいますので、まあ、とにかくそのなんか 99% いい評価とか、まあ、そういう評価をね、見ると、まあ、実際その方が本当にいい方だなとかね、おそらくわかると思います。なのでそういうところで、実際に調べることができれば、ミスったりとかもしないんじゃないかなと思うので、皆さんもしよかったらね、まあ、こういう感じで素晴らしい個体を買うことができるので、ヤフオクさんで買うのもね、いいんじゃないかなと思います。少しでも良かったなとか、ちょっとでもね、良かったなと思う方はね、チャンネル登録とか高評価とかしてくださるとね、また頑張ろうと思いますので、もしよかったら、まあ、高評価やチャンネル登録とかもね、していただけたらなと思います。ではでは、また会いましょう。バイバイ。